クリアレン、メジャー挑戦へ。11日、広島東洋カープのクリアレン投手が、海外 FA 権を行使する意思を固めたことが分かった。12日にも球団に申請書類を提出する。いろいろ悩んだが球団が背中を押してくれたと明かした。クリは3年契約最終年の今季終了後球団と交渉を重ねた。来季に向けた条件提示を受け残留を要請された。しかし、かねて目標である米大リーグ挑戦への思いがあった。広島球団には本人の夢をサポートしたい意向もあり、話し合いの結果今回の FA 宣言となった模様だ。大リーグとの交渉次第では国内球団へ新たな環境を求める可能性もある。これに対してネット上では様々な声が上がっている。クリもメジャー挑戦か頑張れ。親がアメリカ人だから余計夢になってたんやろうな。今年メジャー挑戦する人マジで多いな。みんなの去就が楽しみだ。草戸みたいな存在はいなくなって初めてそのありがたさに気づきそうだな。マジでカープの希望や。南西魔球チャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。